こんにちは。今日は虎猫の秀吉について、軽く紹介したいと思います。やや太り気味ですが、運動神経は抜群です。一日のほとんどを寝て過ごしています。もともとは野良でしたが、数年前に拾われました。もう一匹の黒猫、大吉、がいますが、仲は悪いです。ご飯を食べる時くらいしか、にゃーと鳴きません。名前の由来は、漫画、アタゴールシリーズ、に、登場する猫、秀吉、から取りました。パソコンをやると、キーボードの上に乗り邪魔します。基本的にマイペースな性格で、お客さんが来ても全く、警戒しません。ご飯はどういうわけか、半分残したりすることがあり、その時は、大吉が残ったご飯を横取りします。黒猫の大吉については、次回にでも紹介します。じゃらし棒には食らいつきますが、しばらくすると飽きます。最近は、テーブルに乗ったりゴミ箱の、上に乗ったりして、家事の邪魔をしたりします。でも、あんまり気にしてません。撫でたり、構ってあげたりすれば、普通にゴロゴロと、喉を鳴らします。それではこの辺で締めにしたいと、思います。ご視聴、ありがとうございました。